大鳥千賀は1980年に出版された日本の小説家中上賢治による長編小説である。東京新聞長官に,において1979年4月から10月にかけて連載された後、作品者より単行本が刊行された。1982年に新調文庫として文庫版が刊行された。現在は2015年に小学館より p.d.books としてペーパーバック書籍が刊行されている。主人公房は、小座の生まれで6人の兄や姉とは、父親が違う私生児である。15歳になった房は、新宮の大木業者の桜のところに方向に行く。房はそこで所長を迎える。房が死亡する兄、吉弘は、夕張りに出稼ぎに行き葉っぱに巻き込まれて亡くなる。房は、 吉し氏の博打仲間で、吉し氏に、面影の似た小一郎と恋愛し、十五の歳で妊娠、結婚する。二人は、新宮の町を二つに区切る、我流山のふもとの路地で暮らす。小一郎は、山仕事で生計を立て、ふさ育行吉子、三重、君子、大蔵を生む。小一郎は徴兵されるが、胸が悪いとの診断で検査に合格せずに戻ってくる。 三重が六膜を患い手術する。ある日小一郎は血を吐き、そのまま寝込んで亡くなる。小一郎が病死してからは、房は病床で生形を立てる。巨弱な体臓が熱を出してそのまま亡くなる。翌日、大地震が起きる。肺線色濃くなり、新宮は何度も空襲を受ける。房は、博打物資の横流し、闇市の自回りで、 羽振りのいい浜村隆蔵と恋仲になり、隆蔵の子をはらむ。しかし隆蔵は、博打の喧嘩で相手を半殺しにして警察に捕まり、刑務所に入ってしまう。それを知らせに来た女も、竜蔵の子をはらんでいた。隆蔵はさらに別の女郎にも子をはらませていた。房は、母親がかつて自分をそうしようとしたように、腹の子供を脱退しようかとも思案するが、隆蔵と別れてその子供、 秋見雪を生むことにする。新宮はまた地震に見舞われる。新宮の町は大火事になる。桜が地震に乗じて地上げのために火付けをしたという噂が広まる。房は北市から復員してきた重蔵を紹介される。重蔵は兄弟と肘方の仕事を始めている。房は長兵前に孕ませて結婚を約束した女に去られた子連れの重蔵と、 付き合い始める。しかし、房は、実直な重蔵について、り蔵と比べて飽きたりないという気持ちをぬぐいされない。また、重蔵の一族も、重蔵がこう多く抱えた、御家房と付き合うことをよく思っていない。房は、重蔵の子を二度はらむが二度とも出す。り蔵が出所して、秋見ゆきに会いに来るが、幼い秋幸はり蔵を拒否する。 新宮の方々で何度も火事が起こる。桜の手下として龍蔵が火付けをしているとの噂が広まる。小座の母親が亡くなる。49日に小座川で房は秋、みゆと突発的に受水侵入仕掛けるが、陸王に見つかり、未遂に止まる。その際、少女の頃に兄、吉弘から送られた和串を落として亡くす。ありがとうございます。